皆様新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。はい、ということで、あ、しもぴです。え、入ってる。これ右上点々ついてるわ、撮ってるでしょ。大丈夫だよ、大丈夫だよ。今回はですね、あ、そう、最近新春のなって大晦日から、この前の動画の後から僕がやったことは、まあこのベジータ、 LR ベジータになるっていうやつですよね。これが、まあ、とりあえず、まあ、LR にドッカン覚醒できるまで784枚貯めたんですけども、これしてない理由は、まあ、技レベルがどうこうっていうこともあるかもしれないんですけども、単純にお金がないんですよ。これお金が足りなくなっちゃって、で今ちょっとこういうような状態になってます。とね、あと、まあまあギニュー特選隊は、まあとりあえず全部20まで育てたので、まあこれがまあできるようになったので、まあ初っ端の展開、大乱戦、大乱闘、まあその辺、それをまあちょっと挑んで、結構楽しいなっていう、つえつえと思ってるっていうさなかですね。はい、ということで今回はですね、新春ステップアップドッカンフェス、新春ステップアップドッカンフェスって、これって去年の1月元旦も来てたものだそうですね。この時僕やってなかったので全然知らないんですけども、知ってる新、知ってるドッカンフェス、ステップアップドッカンフェスは、令和元号が切り替わる記念だとかなんだとか、そういうのでジャレンバとかがなんかバラにいたやつを引いた覚えあるんですけども、その時もなんかLR まで覚醒可能なキャラ1体確定っていうのあったと思うんですよね。で、まあちょっとこれね、3週限定なんで200個ありゃいいんでしょ、1周できるんでしょ、だから3周しようかなと思いますのでお願いします。まあいろいろね、ちょっとね、提供割合もね、あ、提供割合のものはね、見たんですけども、僕が欲しい LR がね入ってないんですよね、まだ。おお、ベジット、あ、ベジータ、おお、いきなり初手ベジットいいじゃないですか。だからLR のゴジータになるやつの耐属性と、あと LR の地属性の、地属性のベジットになるやつ、あれはあっちは持ってんだけど、あれすっごい強いじゃん。でも普通のさ、ゴジータ、LR のゴジータも欲しいんだよね。結構いろいろこう、パーティー編成でさ、必須で入ってるもの多いじゃないですか。難しいやつ挑むときに。GT3 人組、 GT3 人組は確かこれ対象で入ってますよね。最後の LR。バーダックとか、バーダックとかも持ってないし、結構持ってないのは多いんですよ。まあこの辺はまあ最初も本舗にいますから。うん、まあ2周するんでね。次ステップ2。おお、なんかさ、ベジータ率高いな。おい、きなり金、あれ、いきなり金ってあったっけ。え、おお、すげえ、ベジットで、ベジットブルーじゃん。次この技属性の、え、あ、悟空ブラックか、こっちか。はい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 。持ってる、使ってる使ってる。なんだっけ、ポタラパーティーとかそういうので組み込んでますね。聞いたことがなくて、確かメダルから交換したのかな。うん、悟空伝とか確か最初それでポタラとかでやりましたね。え、この SSR の耐属性のベジータって、あ、これはもう虹になりまくってるやつじゃないですかね。なんだったら、そうそうそう、おお、もういきなり LR いいじゃないですか。そう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 、これこれ強いよね。あ、リーダーとしてはね、微妙だと僕は思うんですけども、強いっすよね。確かフレンドに確かこれしてます、ね、はい、
お、いきなり LR 普通に出るってのは嬉しいぞ。で、これ、あ、本当だ、持ってない持ってない。え、これが、まあこうなるとスーパーサイヤ人カテゴリーの耐属性の記録プラスさあ HP。 え、これリーダーとしてはうんこだね。まあでもなんかカテゴリーだとかなんかその後でね、いろいろちょっと調べてね、遊んでみたいなと思いますけど。はい、次いきます。立ったいきます。立ったでもずっとベジータ来ない。これまたなる、またなる、あれまたなんの。え、こういうもんなんですか、新日のステップアップっていうのは。あ、なんかそうなんじゃない、全然なんかこれ珍しいことでもないのかもしんない。次来たら多分必ず来るんでしょう。これ技属性でしょ。あー、あ、さっき来たね、スーパー17号スーパーベジット即属性。なんだったら今僕あの何け、魔人ブー編でパーティー作りたくて、魔人ブー編の方だと耐属性のベジットあるじゃないですか、 170% アップとかするやつ。お、これ俺超欲しい、これこれ強いよね。1体持ってんすけど、いやこれはいいっすよ、これいいっすよね。あのカテゴリーもね、なんか広いし、広いっていうかその枠がね、孫悟空の系譜、純粋サイヤ人、カメハメハ。これ嬉しい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 。またこうね、凸をねできるっていうのがね嬉しい。4凸まではそんなに別に目指さないけど、1凸とかすると結構ね違うっていう風な話は聞いたことがあったので、これ結構いいガチじゃないですかこれ。でまた、あ、今度はご飯と、あ、そっか、もうなんかステップが上がっていくたびになんかいろいろあったもんね、得点がね。演出はいろいろ見放題なのか、そういうことか、死ぬことがないのか。何このトランクスの ゼロンのやつがちょっとよくわかんないんだよな。あー、これフュージョンでしょ、フュージョンズか。あー、いいじゃないですか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 。これは、ほんとつい最近、コインで交換しました。どの辺で、どういう感じだと使えるんですかね。コンビネーションカテゴリーとかですかね。なんかその、いいカテゴリーとか、こういう組み合わせあったらいいよっていうのを、なんかぜひ教えてください。これも嬉しい。これなんだかんだこれ、1体しか持ってなくて、もうこれ強いっすよね。この変身していく、そう、これカテゴリーそうっすよね。あ、コンビネーション入ってる。コンビネーションって結構逆に少ないのか。あ、もうこの辺のね、演出はもうなんかいちいち、多分、ね、必ずあるんだろうと思って、なんか変に驚くのやめましたね。こうなって3回も6回も来てたら絶対普通じゃないから。そう、ステップアップをね、よく知らなかったんで、のって LR 確定のやつって来てた、何年目か見てなかった。ステップ1の最後だったのかな、あの悟空とベジータ、あ、ベジータじゃフリーザ。おお、これあれじゃん、これ結構天界一武道会でも使われてますよね。僕も1体持ってて、必殺技の方が全体攻撃になるでしょ。そうだよね、そうだよ、そう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 、超必殺技になるとこうバイオレンスディザスターだ。これかっこいいんだよね、フルボッコにするでしょセルジンが。ちょっと覚えてきたんですよ、やっとキャラクターそのパッて見て、あ、これあれ使えるやつでしょとか、なんとなく分かってきたんですよ。なんかいろんな演出見れていいっすね、本当に。今のところやる、お、ピューティーが長いよ、演出。これも演出なんですよね。今のところ3体 LR かなですよね。
まあ、3周回るから3対 LR であることは確実なんですけども、ああこの前のドアブラ似てんな。あっ9位、普通にであれだね、電話も出んだね。あーこれね虹だった気がするな。虹ですねこれ。うん、あれじゃないですか。行きましょう行きましょう行きましょう。またまたブーブーオンザサタン。ビデオ終わった。なんか他のやつも出たいよね。あ、前ゼロン様のやつも出たんですけども、今こう長いやつもあるでしょ。あとなんかこう巻き戻しのやつはね、今まで一回見たことないから、それ見てみたいな。はい、あ、そうだ、俺これ今弾きながら思い出した、欲しいやつ。なんか LR、LR とかって言ってたけど、これ違うよ、速属性は違うね、びっくりした。次がステップ3ね。右のね、ゴジータが欲しいんだよ。ゴジータとブロリー。これ今出たでしょ？これ一体持ってんすよ。これも、コインで。あ、もったいないっちゃもったいないかもしれないけど、これ一体持ってますね。ネイルと一緒にいるといいってやつだよね。これすっげえ幼なってる。これも幼なってる。幼なってる。あんま使ってない。これ！このゴジータとこのブロリーがマジ欲しいんですよ。普段なんか全然出ないじゃないですか。でこれとかね、天下一武道会でも使えるし、そう、このね、この2台なんですよ。 LR とかちょっと今正直ね、それよりもこっちなんですよ。この2台なんですよ、僕は。ちょっと行きます。だからステップ5ではちょっとあの2台はちょっとね、希望が湧かないかなってね、感じですね。まあまあまあ、演出には驚かない。最初バカみたいなことになっちゃったけど。はい。アルティメットソング反応の地属性、力属性の方はよく使ってるんですけど、ちょっとどうなんですかね、使えるんですかね。本当にね、大乱戦やって思いましたよ。イベントさんのキャラクターめっちゃ、あ、来た、ありがてー、来た、これ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 、すげーかっこいいじゃん。でもなんか俺またこれいつか来そうな気がすんだよね。映画でギャーってやってたさ、サマーソルトキックしてからデーってやるやつあんじゃん。あの技ないじゃん。これ多分いつか入れるよね。あれは絶対なんか LR なのか、なんか属性違うのか、なんかわかんないけど、なんか来そうな気がしますね。チャオズとデジ、お前がナンバーワンだ。なんかチャオズが勇ましく見えるね。普通普段のね、ドッカンフェスとか伝説降臨とかそういう時とかだったら、もうよだれ垂らしてびっくりしてるけど。2体目嬉しい、2体目嬉しい、うん、突できる。あとブロリーなんだよ。そう、あの時確かちょうどさ、あれ一昨年って言っちゃっていいのか、一昨年の12月公開だったじゃないですか。その時やってなかったので、めっちゃ引いた人多いらしいっすね、あの時ね。あ、地属性でしょ。おー、これ嬉しい。これは、月で、虹にできんのかな？うん、使ってる。うん。なんだったら、天下一武道会で使ってるかもしれない。
これ普通ね、クリリンだけだったら激アツですよ。ペイ長い。よし、ひどいな、なんかひどいな。金？あ、ちげえ。これ、あ、そっちなんだ。あ、これでもあれか、 LR 枠か。あ、そっか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 。ちょっと待って、ということは今回引いたキャラって、あ、でもな、ブロリーがな、持ってないっちゃ持ってないんだけど、悩ましいな。あ、ショップじゃない。これまた回っていかなきゃいけないでしょ。で、200個、233個で、回ったところで、よし。ドッカンフェスのベジータの方、引きます。引かせてください。してください、お願いします。これほんと欲しいんだよ。で、こうなったと、こういう普通のガチャになった途端に演出がしょぼくなると。いや、3周すんのもいいんだけど、やっぱりね、浮気心が芽生えちゃうな、持ってないキャラはね。おー、でもいいんじゃない。あ、もうちょっとずれてるな。え、これ使ったことないかもしれないです。使ったことないです、これ。持ってはいます、確か。結構持ってました。おお、これどれくらいで捉えてるのか。スリー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 。メタルリルドね。あー、しきしょうなんかバカにされてる気分になってくんな。ほい、マガンコウ殺法してる、あれでしょ、セルでしょ。1回無料、1回無料だから、あとこれ入れて3回できる。これだよ、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 これだよ。行ってくれ。LR ベジータでも嬉しいから、一突できるね。パンちゃん、パンちゃん、3、4。あ、多分これくせえ、これだろう。うん、乗ってたもんな。この SSR のってさ、最近の方、あの、確か地属性だもんな。ああ、持っとるやんけ、持っとるやんけ。これは、あ、やっぱそうだ、こっちの方が最近の方じゃん、これ最近じゃん。あの、人造人間17号18号出てきた時のやつじゃん、これ LR の。そっかそっか、いい引きなのかな、どうなんだろうな。今度こそ、今度こそクリちゃんだけだよ。
やステップアップで3周目回らずにこっちに来た甲斐があったっていう風に終わらしたいな。いいよ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 。パフパフ、へー、あれ新しいやつでしょ、パフパフね。ああいうジジイになりたいよ本当に。違う違う絶対違う、もう分かる分かる、シルエット分かる。これか、あー違う、なんかあれ、あの食事室のやつってバランスだよ。ああ何これ、ああびっくりした、なんか血が飛び散ってんのかと思ってびっくりした、こういう絵ね。ああ、死ぬかもねじゃないよ。パフパフは見れたけどさ、なんだったらこっちのってこっちに俺まだ上げてねえんだよな、もったいないんだよな、上げないとな。チキショー、あーサタン連れてきてくれよ。一か八かだ。いやでも確かに今回のピックアップのあれは、僕なんか言うのはあれですけど、本当キャラクターあまり持ってない人とかってすごくいいと思います。なんか一周するだけでも必ずさ LR も手に入るし、おお、あ、これって最近じゃない、あ、そうかそうか、最近のサウザーじゃないか、あれクーラーが入ってたけど、何このベジータ、 GT のこの、へえ、いつの時だろうこれ、これって持ってないんじゃない、持ってる、持ってないよね、すっげえ微妙そう。おい、まあそのなんか大乱戦でカテゴリーとかで大乱戦にキャラクターいないとかね、なってきたらいいのかもしれないけど、ラストいきます。あ、ショップか、隕石足りませんはい、ということで、まあ今回こっちはね、まあ2周しか、回んなかったんですけども、3体4体、まあちょっと後でこう編集の段階でちょっとあの LR の数をちょっとね、あの数えてもらいたいなと思うんですけども、載せたいと思うんですけども、まあそれぐらい出たから2周出てですよ、すごくいいんじゃないですかね。1回回るのに200個だけだから。で、まあちょっとこっちはやっぱね、こっちはね、簡単にね、手出しちゃいけなかったね。ということで皆さん、計画はご利用的に。